はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、骨髄移植の話です。その骨髄移植の話をね、僕の体験談を交えてとか、まあ、今日はほとんど僕の体験談になるんですけども、その話をねしていきます。骨髄移植のためのね、全処置が終わってですね、衰弱しきった状態の僕はですね、もう何も残すことはないと思えるぐらいのね、心理状態でした。まあ、命を助けてもらうためのね、処置がね、行われるのにですよ、その前にあんな地獄を見るなんてね、思ってもみませんでした。さあ、これからね、どんな処置が行われるんだろうかとね、まあ、どんな大手術が待ってるんだろうかとね、もう不安で仕方なかったです。で、移植の開始時間はね、夜の8時半からです。朝から決まった時間にね、朝食が運び込まれて、食べられへんおかゆをね、見つめながらため息をつきました。また吐き出したらどうしようと思ったらね、口に入れることができません。震える手を押さえながらね、ゆっくり一口、また一口、入れた分だけ出てくると思ったので、まあ、そこで食べるのをやめてました。薬を飲みました。案の定、薬とおかゆが出てきました。前日までのね、全処置にしてた強力な抗がん剤の副作用もね、ずっと続いてるからです。抗がん剤の副作用はだいたい投与してから1週間から4週間まで続きますけども、全処置の抗がん剤は強力なので、人それぞれですけども、まあ、僕はね、2日目からやってきました。7日間連続の強力なね、抗がん剤投与やったので、まあ、しかも2日目から来てますので、まあ、この日はね、もっと副作用がね、襲ってくるような気がしました。高校野球中継を見て、白球を追いかけてる高校球児にね、感動しながら気分転換をしてました。そしてお昼ご飯になったらですね、さっきと同じようにですね、食べて薬を飲んで吐いて、もうええわって感じですが、ほんまに。まあ、でも、ね、人間というものはですね、置かれた状況にはね、慣れるもんでですね、たとえそれがね、嘔吐であっても受け入れる生き物です。まあそんな気持ちの切り替えがね、あったからかしてね、まあ、その日はね、それ以降、まあ、下痢はありませんでした。というか食べてへんからね、便も出るわけがありません。そして引き続き高校野球中継やね、YouTube を見て、晩ご飯を食べてね、薬を飲んで吐いて、点滴を入れ替えてもらって、呼ばれるまでの時間を潰しをしました。でそして夜8時ぐらいになった頃にですね、看護師さんがやってきました。やっすーさん、そろそろ移植の準備していきますね。はいとね、部屋にね、心電図モニターがね、大きなのが入ってきてですね、それと同時にね、体にこう磁気がついて、コードがこうついながったね、両面テープをペタペタと貼られてですね、指にはね、酸素濃度を測る赤い LED が点灯しているのを絆創膏のようなものでこう巻かれてですね、で看護師さんがね、準備 OK って感じの顔をしたのでね、さあ今から手術室にベッドごと運ばれるのか、どんな手術なんやろうな。骨髄って採取するときは骨盤から採取するから、きっと逆に骨髄に流し込むんやろうな。それか先に骨髄全部抜き取るんかな。そしたら全身麻酔がいいよな、やっぱりな、と思ってたらですね、このままここでね、移植していきますので、先生が骨髄持ってきますので、ちょっと待っててくださいね。はい。え、ここですんの？そんな、移植って大ごとやん。臓器移植って手術室やん、普通。ここ部屋？まあええわ、テレビでも見とこうと思ってね、夜やからプロ野球を見てたらですね、先生がこの赤い袋を持ってね、研修医さんと一緒にやってきました。やっすーさん、お待たせしました。時間が遅くのですみません。朝から取りに行ってきてね、帰ってきて骨髄液をね、移植するための準備をね、して今ですわ。先生もね、軽いノリで入ってくるもんやからね、ちょっと拍子抜けな感じになってしまってね、で先生はね、そのまま点滴後にその赤い袋をね、こうやってぶら下げ始めました。なんすかそれ。骨髄です。それ、はい、今からこれをやすさんの体の中に入れていきます。どうやって？点滴と一緒に。僕忘れてたんですよ、移植って言ってもね、心臓のような臓器移植とかではなくって、骨髄液を輸注するから点滴と同じ要領でやるよっていう風に説明されてたんですよ。心電図を見て僕の状態を確認した先生は、はい、今から入れていきますねー
ってこう言いながらね、その骨髄液をこの点滴を流し込む感じでね、この速さを調整して始めました。 2,30 分で終わりますんでね、はい、一瞬シーンとしてね、気がつけばね、先生と研修医と看護師さんと僕の4人でね、病室でプロ野球を見てました。あ、先生ら椅子あるから座ってくださいよ。いえいえ、そんなん大丈夫です、と言ってる間にね、骨髄液はね、どんどん僕の体の中に入っていきます。入り始めて5分ぐらい経ってからですね、全身に電撃が走ったようにね、こうバチッとね、一発だけ全身が勢いよくね、痺れました。僕は何が起こったのかわからなくなってですね、先生に今は体がおかしかったですって言ったら、どんな感じでしたって聞かれて、電気が走ったような感じですって、今はもうないですけど、気持ちなぜか背骨やら骨盤に痛みを感じます、よっぽど痛くて我慢できへんかったら鎮痛剤しますけど、いやそこまでちゃうんでいいんですけど、って言うてるうちにね、移植が終わりました。ほんまに点滴と同じでね、30分で終わりました。あれね、9時過ぎでしたからね、プロ野球中継が終わったくらいに同時にね、終わった感じですね。まあでも僕はこのゆるい30分のためにですよ、この1週間地獄を見たと思ったらですね、時間を返せと思いましたね。あの苦しんだ時間を返してくれって感じですよ、ほんまに。でもまあ本当の苦しみはね、これからってことをね、この時はまだ知りませんでした。といった感じでね、僕の体験した骨髄移植でございました。正式にはね、造血幹細胞移植で、方法は末梢血幹細胞移植でした。次回はね、移植をしたことでね、起こる合併症についてね、僕の体験を交えてね、お話しします。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。